時は来た。それだけだ。3ヶ月ぶりの松川支店です。ようやくね、解除になりまして初です。10月になって初松川支店、久々3ヶ月ぶりにやってまいりました。やっぱね、ここがなきゃ京都の日常じゃないなと、そういうところでございます。今日はね、またここでちょっとのんびり酒でも飲もうかなと思っております。10月入ってから帰国食堂行って、折り鶴会館行って、で千林大宮の徳一行って、でここですよ、松川酒店映ってね。まあ、もともとここね、造り酒屋だったのをこういう風な形になっていたと。すごく長い歴史のあるお店でございます。松川酒店では行ってみたいと思います。ではでは。